なんだ。トイレはこっちじゃないよ。トイレに用はありません、ニコロさん。私たちはマーレから来ました。戦士候補生です。は？この島には、もうじき世界中の軍隊からなる大攻勢が仕掛けられると思われます。それまでどうか耐えてください。そして、このことを仲間のマーレ人に伝えてください。ちょっと待ってくれ。どうして戦士候補生がここにいるんだ？レベリオクが島の悪魔どもに奇襲を受けたんです。私たちは退却する敵の飛行船に飛び乗ったままこの島に上陸しました。誰か殺したか？女の兵士を。はい、仕留めました。ですがまだ数匹駆除した程度。私たちの故郷を蹂躙した報復はこれからです。はい、私たちは卑怯な悪魔どもには絶対に。何よ。お前が殺したのか？お前がサシャを殺したのか？フォルコ、ねえフォルコ、大丈夫？フォルコ、ファルコ、ファルコ、待って！ねえってば！ファルコ！お！ニコロ君！ベントミアに何を！サシャを殺したのはこいつです。あなたの娘さんの命を奪いました。まだガキですが、厳しく訓練されたマーレの兵士です。マーレから退却する飛行船の中で、こいつがあなたの娘を、サシャを撃ったんです。娘。ブラウスさん、どうぞ。あなたが殺さないなら俺が殺しますが、構いませんね。ことだニコロ、そいつは逃亡中と聞いていたが、お前何しようとしてんだ。おい、やるな。下がれ。ただサシャの敵を撃つだけだ。そこを動くな。やめて。ファルコは違うの。この坊主はお前の何だ。お前をかばってこうなってるな。お前の大事な人が、俺にも大事な人がいた。エルディア人だ。悪魔の末裔だ。だが彼女は誰よりも俺の料理をうまそうに食った。このクソみたいな戦争から俺を救ってくれたんだ。人を喜ばせる料理を作るのが本当の俺なんだと教えてくれた。それがサシャ・ブラウス。お前に奪われた彼女の名前だ。私だって大事な人たちを殺された。そのサシャ・ブラウスに撃ち殺された。だから報復してやった。先に殺したのはそっちだ。知るかよ、どっちが先とか。目を覚まして。あなたはマーレの兵士でしょ。きっとその悪魔の女に惑わされてる。悪魔なんかに負けないで。ニコロ君、包丁を渡しなさい。さあ